こんにちは、長谷川じいさんです。今日はですね、パンジーの摘心をして超満開にする方法4選をね、皆さん伝えたいと思います。この花の特性はですね、開花期が非常に長いです。で、初心者でもね、非常に育てやすい花なんですね。特徴はですね、以前は大輪のものをパンジー、小輪のものをビオラと呼んでいましたが、現在はね、区別ができなくなっているんですね。それでは早速摘心を始めたいと思います。摘心はですね、皆さんご承知の通り、枝先をカットして脇芽を出す作業です。で、これをやらないとですね、たくさんの花を咲いてくれません。今日せっかくね、花咲いてますけど、咲いてる花、咲いてない花もあります。これもね、一挙に摘心をしてね、超満開にしていきたいなというふうに思います。まあ、切り方なんですけどね、カットする場所、これはですね、大きな葉っぱ2枚あるところの上で切る、まあ、これだけなんですよね。ですから、これでしたら大体この根元を追っていく、枝元を追っていくとですね、ここに、皆さん分かりますかね、ここにこの枝元があるんですよ。で、枝元のところに葉っぱがあるので、その葉っぱの上で切る、だからこの 花茎ごと切るということです。この場合はここで大きな葉っぱがありますからね、この上で切っちゃう、ポンって切っちゃう、こんな感じですね。花がね、とても綺麗ですけど、すぐ咲いてくれますからね。まあ、これをね、繰り返すだけなんですね。例えば他にもね、出てるところがあると思うな。これやりまりですね。ここにもね、もうつぼみがつきかけてますから、このつぼみも一緒にね、切っちゃう、ちょこんと切っちゃう、こんな感じです。これをね、今もいくつか脇芽が出てきてますからね、それも一緒に切っちゃうということですね。そしたらね、たくさんの花がね、下から下から咲いてくる。ここにありますね、ここにあります。で、ここに葉っぱがあります、大きな葉っぱが。だから、この葉っぱの上でちょこんと切っちゃう、こんな感じですね。はい、これをやっとくとですね、たくさんの花を咲いてくれるんですね。枝数がここにありますね、ここに葉っぱがあります。皆さん分かりますかね、ここです、葉っぱがありますから、これもね、ちょこんと切る、こんな感じです。これ、もう芽が出てますけどね、芽が出てるところも全部切っちゃうということですね。でも芽が出ますから、これも取っちゃう。ここにもありますね、ここにあるんですよね、これ芽が出てますけどね、大きな葉っぱありますから、上でカットしちゃう、こんな感じです。これをしとくとですね、もうバリバリ咲いてくれるんですね。もうめちゃめちゃ咲いてくれますから。ここにもなんかありますね、葉っぱがあって、大きな葉っぱがありますから、上で切っちゃう、どんどん切っちゃうね。それでつぼみがついてますから、つぼみがついてるところは切るということですね。ここにもあるんですね、見えますかね、見えないですね、こっち向けますね。ここにもあるんですよ、こんな感じ で、これ芽がもう出てますから、ここでも切っちゃう、ちょこんと切っちゃう、こんな感じですね。これね、花が咲いた後ですね。で、これを繰り返すだけなんですね。
こんな感じでね、歴史が終わりましたので、まあ、歴史が終わったらどうするかというと、まず消毒をやります。虫病気の予防ですね。切り口の消毒ですね。シュッシュッシュッと、はい、そしてね、切り戻しとか溺死をしたらね、こういった観光整理をあげてくださいね。こういったものをね、いくつかあげてください。こういった固形肥料ですね、足から一番遠いところに、根から一番遠いところにね、鉢の内側が一番いいですよね。2箇所ずつ、2個ずつぐらい埋めてください。なんで根から一番遠いとこかというと、根に負担が来ないからですね。そして、なぜ埋めるかというと、転ばないようにですね、埋めるだけです。はい、これでね、摘心の完了ということです。引き続きね、超満開にする4選を伝えますから。4選の1つ目何かというと、栽培環境ですね。このパンジー、日当たりと風通しの良い場所で育てます。2つ目、水やりです。表土がね、よく乾いたら鉢底から水が流れてくるぐらいたっぷりと水やりをします。ただしね、過湿にならないようにね、注意をしてください。で、水やりにはね、天気の午前中にね、あげてください。今日も非常に天気がいいんですよね。この午前中にあげてください。3つ目、肥料です。用土には環境性肥料をね、混ぜて植え付けてますが、その後寒冷地ではね、必要ありません。暖かい地方ではですね、次々と花が咲いてくる場合はね、月に1回固形肥料をあげてください。4つ目、これが一番重要ですね。超満開にするにはどうしたらいいかと。実はね、今日摘心をやりましたがね、もう一度摘心なんですね。で、やらなくてもね、ある程度今摘心やりましたから咲きます。でもね、超満開までは無理なんですね。もう一回ね、摘心をやってください。そしたらね、ガバッと咲きますから。もうこれでもね、あらかたこう咲きます。こんな感じで咲いてくれるんですけど、いやいや、もうそれでもいいやって方はもうそのままでいいんですけど、超満開にしたい方はもう一回だけね、摘心をやってください。そしたらね、超満開になります。お好みでね、咲かせてほしいなというふうに思います。今日はね、パンジーを摘心しました。花咲かじいさんと一緒にね、超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたらね、いつもコメントごとありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録し、また視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。応募は画面中央に私の似顔絵出てますから、ピッとね、クリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で張り切ってお会いしましょう。